下里古墳は、和歌山県東室郡那智勝浦町下里にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定され、出土品は、那智勝浦町指定有形文化財に指定されている。本州では最南端に位置する前方公園墳で、4世紀末マイナス5、正規初頭頃の築造と推定される。和歌山県南部、 大田川川口付近の砂岩平地に築造された古墳である。かつて平安時代末期明治期には前方部墳球場に神社が鎮座したため、前方部上面は作兵を受けている。その後1929年に地元村民により発掘されたほか、これまでに3次の発掘調査が実施されている。墳形は前方部の未発達な絵鏡型の前方五円形で、 墳丘主軸を東西方向として前方部を正方に向ける。墳丘に断築は認められない。墳丘表面では不き石が認められるほか、墳丘周囲には幅約5メートルの周光が巡らされる。主体部の埋葬施設は縦穴式石室で公園部分庁において構築される。石室主軸は墳丘主軸と平行の東西方向とし、 長さ5.35メートル、内方4.75メートル、頭壁幅0.95メートル、正壁幅0.65メートルを測るが、天井石と他壁の大部分は破壊されている。この石室内部に木管が据えられたと推定され、昭和期の乱屈及び発掘調査で異物の湿度が知られる。この下里古墳は古墳時代中期の4世紀末マイナス後、5 正規初島頃の築像と推定される。前方公園墳としては本州最南端に位置するとともに、紀伊半島南部では唯一の前方公園墳であるが、周辺に古墳時代の遺跡がほとんどないという点に謎を残しており、文献に見える熊野国像と考え合わせて、当時の紀伊半島南部の様相を明らかにする上で重要視される古墳になる。 古墳域は1976年に国の史跡に指定され、出土品は2012年に那智勝浦町指定有形文化財に指定されている。古墳の規模は次の通り。壁玉製下玉、ガラス製小玉和歌山県立紀伊フ土木農家、企画展示時に撮影。1929年の地元村民による発掘では、鏡、玉類が出土したというが、現在では、 遺物は散逸している。1974年の第一次調査における縦穴式石室からの出土品は次の通り。また、墳丘からは築造当時のものと見られる二重公園壺の他、縄文土器、弥生土器、平安時代の青煙土器が出土している。特に二重公園壺は東海地方の影響を受けた遺物になる。2000年の第二次調査では、 築造当時のものと見られる、弾じき亀のほか、平安時代、室町時代の遺物が出土している、所在地交通アクセス。ありがとうございます。